秀吉は一里もの長さの大堤防を築き、高松城を丸々湖に沈めてしまいました。また大掛かりな策できたね。心から檻にかかってきたか。人死にを最小限に抑えたいのです。秀吉もその軍師も。随分黒田官兵衛を買ってるんだね。彼の考えがわかるのかい、高影。彼は待っているのだと思います。織田信長が消えたその先の世を。